派手な塩巻きで土俵に波の花を咲かせた関脇水戸泉。恵まれた体格を生かした豪快な相撲は年齢層を超え多くのファンの支持を得ました。しかしその相撲人生は常に怪我との戦いでした。平成4年名古屋場所、突如優勝のチャンスが訪れます。前頭筆頭の水戸泉は快調に星を伸ばしていきます。おつけ、若花田おつける、打ち掛け、もろ差しの若花田、上手投げ、水戸泉の勝ち。子供寄ります、捕らえた水戸泉、寄り切り、水戸泉の勝ち、3連勝です。乗ります。出ます。寄り切り、水戸泉7連勝ですが、土俵下に転落、足はどうでしょうか。大丈夫です。さあ制限時間いっぱいです。突っ張る、武蔵丸の突っ張り、いました。押す。左が入った水戸泉、上手引いた、寄り切り、水戸泉勝ち越し、1敗を守りました。どこか切りましたか、水戸泉。よし、下ろして、落ち張っていった、日曜投げ、空振り、送り出し、水戸泉9勝2敗です。2敗を守ってトップです。2敗を守れるか水戸泉、思い切ってきました、水戸泉捕まえた、寄り切り、水戸泉の勝ち。水戸泉2敗を守りました。そして2桁10勝目を挙げました。幕内単独トップ水戸泉、引きずり落とすか琴錦。水戸泉の勝ち。水戸泉2敗を守りました。やや琴錦の膝が入りました。ややあっけない土俵でした。笑顔がこぼれています。11勝2敗。13日目終わって11勝2敗、優勝争いの単独トップに立ちます。これを星1つの差で追うのは小錦、霧島、武蔵丸の3力士でした。そして14日目、水戸泉が勝って追っている3力士が敗れると悲願の初優勝が決まります。
塩に行きます。さあ塩を振ります。そして茶を入れる。11勝2敗気合十分。水戸泉貴乃波時間です。当たった左が入った。上手はどうだ。貴乃波出た。水戸泉危ない危ない危ない。残している残している外掛け外掛け寄り切りました。水戸泉2敗を守りました。苦戦の1勝です。2敗を守りました水戸泉12勝2敗よくしのぎました。ここで館内大きな拍手。右からの上手投げを取りました。豪快な上手投げで貴乃波を破った水戸泉は意気揚々と支度部屋に戻り三力士の結果を待ちます。この時点では水戸泉本人も含め誰もこの日の優勝決定を信じる者はいませんでした。しかしまさかが起こります。武蔵丸三敗を守りますかどうか。時間です。立ち上げよく見ている。おつけ武蔵丸攻勢。武蔵丸で肩透かし。武蔵丸敗れました。武蔵丸敗れました。寺尾左からの肩透かし鮮やかに決めました。もう一つも節を落とすことができません。逆転優勝にかける小錦14対7と過去リードしている秋の島。時間です。左から張る寄った寄り切りました。秋の島の勝ち。小錦4敗小錦4敗小錦敗れました。秋の島これで2桁10勝目です。10勝4敗です。これで水戸泉の優勝がまた一歩近づきました。あとはもう霧島の3敗この1人だけになりました。捕まえることができるか3敗を守ることができるか霧島。時間です。回しを取った。取れない。引いた左から寄り倒しました。霧島敗れました。この時点で水戸泉優勝。霧島敗れました。霧島苦笑い。水戸泉の初優勝決定です。武蔵丸追う三力士が相次いで敗れこの瞬間に水戸泉の初優勝が決定しました。夢にまで見た天皇賜杯を胸に抱いた水戸泉。母和子さんを交えての記念撮影。ずっと心配をかけてきた母への最高の親孝行でした。